プライベート・ライアン、プライベート・ライアン、現代、セービング・プライベート・リアンは、アメリカで1998年に公開された、戦争映画、第二次世界大戦時のノルマンディ上陸作戦を、舞台に、一人の兵士の救出に向かう兵隊たちの、ストーリー。監督は、スティーブン・スピルバーグで、主演は、トム・ハンクス。救出される、ライアン役を、マット・デーモンが演じている。制作、 配給は、ドリームワークスとパラマウント。現代のセービングプライベートリアントは、兵卒、ライアンの救出という意味。アカデミー賞では11部門にノミネートされ、工業面でも全世界で大きな成功を収めた。ノルマンディ上陸作戦を成功させたアメリカ軍だったが、ドイツ国防軍の激しい迎撃にさらされ多くの戦死者を出してしまう。そんな中、 アメリカ陸軍参謀総長、ジョージ・マーシャルのもとに、ある兵士の戦死報告が届く。それは、ライアン家の4兄弟のうち3人が戦死したというものだった。残るは、死ジェームズ・ライアンも、ノルマンディ上陸作戦の前日に行われた空挺降下の際に、敵で行方不明になったという報告が入り、マーシャルはライアンを保護して本国に帰還させるように命令する。 上官から命令を受けたミラー隊は部下を引き連れてライアンがいると思われる前線の部隊の元へと向かう。そこではドイツ軍との戦闘の真っ只中であり、ミラーたちも戦闘に参加する。その途中、ミラーたちは保護を求めるフランス人一家と遭遇するが、ミラーは安全が保障できないことを理由に保護を拒否する。しかし部下のカパーゾが独断で子供を保護しようとして、 ドイツ軍に狙撃されてしまう。狙撃手のジャクソンがドイツ軍の狙撃手を射殺するが、カッパーゾは死亡してしまう。戦闘が収束した後でミラーはライアンを見つけ、3人の兄が戦死したことを告げるが、そのライアンは同姓同盟の別人だった。ミラーは探し求めているライアンと同じ部隊にいた兵士から情報を聞き出し、彼が所属する第101空挺師団がいる場所に向かう。 空挺師団のいる場所に到着したミラーたちは戦死者から回収された認識表の中からライアンを探そうとするが膨大な人数だったため周囲の将兵たちにライアンを知る者がいないかと呼びかけるミラーはライアンの知り合いを見つけ出して居場所を聞くと彼は混成部隊に加わり前線の橋を守っていることが判明するミラーたちは前線に向かうが その途中で破壊されたドイツ軍の対空レーダーサイトと警備陣地、数人の遊軍死者を発見する。部下たちは戦闘を避けて迂回するように進言するが、ミラーは後続の部隊の被害を防ぐために陣地の略を命令する。ミラーたちは陣地を制圧したものの、戦闘で衛星兵のエイドが戦死する。彼の死に憤慨したライベンは生き残っていたドイツ兵を殺そうとするが、ミラーは ドイツ兵に墓を掘るように命令し、人目を忍んで、ウェードの死に涙する。その後、ミラーは墓を掘り終えたドイツ兵を解放して、後続の部隊に降伏するように指示するが、それに不服を感じたライベンは、命令を放棄し、引き止めようとするフォーバスと衝突する。ミラーは二人に対して、故郷の妻に誇れる任務をすると語り、その場を収めて前進する。 前線の端に向かったミラーたちは、ついに探し求めていたライアンを発見する。ミラーはライアンに帰還するように命令するが、彼は戦場の兄弟を見捨てて帰れないと命令を拒否する。それを聞いたミラーたちも、混成部隊と共に戦車に支援されたドイツ武装新兵隊を迎え撃つことになる。ミラーたちは敵を市街地に誘い込み奇襲を仕掛けるが、物量差に押されて劣勢になり、 ジャクソンやホーバスラ部下が次々に戦死する。ミラーも負傷して、身動きが取れなくなり、前進する戦車を相手に、拳銃で応戦する。そこに援軍と P-51 戦闘攻撃機が到着し、ドイツ軍は敗走する。ミラーは、ライアーに生きて、人生を全うするように告げて生き返る。戦争終結から数十年後、 老人となったライアンは家族を連れて、ノルマンディー米軍英霊墓地にあるミラーの墓を訪れる。ミラーの墓を前に、ライアンはミラーたちに感謝の言葉を伝えた後に、妻に、私は彼が望む人生を生きただろうかと問いかける。妻の、もちろんですという言葉を聞き、ライアンはミラーの墓に向かい敬礼を捧げる。スティーブン・スピルバーグ監督による、1941 太陽の帝国、シンドラーのリスト以来4作目となる第二次世界大戦をテーマにした作品。スピルバーグは後に第二次大戦で B-25 の無戦士として太平洋戦線に参加していた父、アーノルド・スピルバーグに捧げたと語っている。本作はフィクションであるが元になったナイランド兄弟のエピソードが存在する。詳細は後日。 約3時間にも及ぶ長編映画にもかかわらず、わずか60日間というハリウッド映画としては、驚異的な早取りでクランクアップしている。クランクイン直前に、トム・ハンクスをはじめとした出演者たちは、リアルな演技をするために、元海兵隊隊員のデール大の協力のもと、ブートキャンプ道等の訓練を10日間受けさせられている。その内容は、教官がいきなり彼らに向かって、発砲。 空砲したり、当時の兵士たちが傾向していたものと同じ装備を背負って延々と行軍するといった厳しいものであった。ライアン二等兵役のマットデーモンは、この新兵訓練のメンバーから意図的に外されている。これは10日間の過酷な訓練を通じて救出隊のメンバーにマットデーモンライアン二等兵に対する感を植え付けるためであった。訓練を終えたトム・ハンクスたちは、 休む間もなく2週間にも及ぶ戦闘場面の撮影に臨んでいる。この過酷な進行によって、撮影当初の和んだ空気が消えて進んでいた彼らのところに事情を知らないマットデーモンが、新兵よろしくさそうと撮影現場に現れると、当初の意図通り険悪な雰囲気となった。これら一連の相乗効果によって、演技はリアルで緊迫したものとなり、作品テーマの一部に組み込まれている。 ロケはイギリスで行われたが、冒頭の D-Day におけるオマハビーチ上陸作戦のシーンはアイルランドで撮影された。実際のオマハビーチは歴史的に保護されているだけでなく、開発もされていたため、プロダクションデザイナーのトム・サンダースは何週間もの調査を行ってロケ地を探し、よく似たビーチをアイルランドで発見した。アイルランド陸軍は、 エキストラとして250名の兵士を貸し出した。現役の兵士であることから統制が取れており、大人数にもかかわらず撮影はスムーズに進行した。この兵士たちの大半は、メルギブソンのブレイブハートにも出演していた。冒頭とラストのノルマンディ墓地は、実際の場所で撮影されている。リアルな映像とするため、三脚を使わずハンディカメラ。 手持ちを多用して撮影された本作は、敵の攻撃を受け手足が吹き飛ぶ、内臓が飛び出る、炎に包まれて爆死する、海水が地の色に染まるなど、戦場の現実を生々しく描き、これまでになかった戦争映画として高い評価を受けた。特に冒頭から約20分間にも及ぶ、オマーハビーチにおけるノルマンディ上陸作を描く、戦闘シーンは映画史に残る20分間として知られている。 機関銃の銃声は、本物の銃声を録音して使用している。現地、歴史再現家たちの手によって、米軍やドイツ軍の武装新兵隊の軍装には、本物や正確なレプリカが用いられるなど、兵器、車両は可能な限り本物が使用されている、欠点クラートなど。ただし、後半に登場する2両のティーガー戦車は、ソ連製戦車 T-34 から85を、 改造したものを使用している。また、自走砲のうち一両は、ドイツ軍のマルダー EEH 型と似ているが、同じ足回りを持つスウェーデン軍のサブ M43 である。最後の戦闘シーンの締めくくりには、M4 中戦車役のグリズリー巡航戦車が少しだけ姿を見せている。これらの車両は、バンド・オブ・ブラザースにも転用されている。終盤に登場する。 P-51D は、ザ・オールド・フライング・マシン・カンパニーが所有する、ビッグ・ビューティフル・ドール、D 型44から63,634号機が使用された。展示飛行用の塗装が施されていたが、撮影のため、欧州戦線仕様の塗装に変更された。撮影終了後は、元の塗装に戻され航空ショーなどにも出演していたが、2011年の事故で失われた。 スピルバーグとトム・ハンクスは、この後も共同で、テレビ向けのミニシリーズ、バンド・オブ・ブラザースや、ザ・パシフィックを制作し、第二次大戦を追求し続けている。本作のストーリーは、の逸話が元になっている。ライアン二等兵のモデルとなったフレデリック・ナイランド三等軍曹には、エドワード、プレストン、ロバートの三人の兄がいた。フレデリックは、D で初日に、輸送機パイロットのミスで、 予定の降下地点からかなり離れた内陸地点に降下してしまい、なんとか現体に復帰したところ、部隊の従軍牧師から3人の兄全員が戦死したと告げられた。国防省の巡洋艦、ジュノーに勤務していたサリバン兄弟がジュノー撃沈によって全員死亡したことを受けて制定されたルール基づいてフレデリックは前線から引き抜かれ、本国に送還されることとなった。 フレデリック本人はそれほど帰国したかったわけではなかったらしく、しばらくは部隊と行動を共にしていたが、従軍牧師が書類を提出してしまったため、上層部に認可された後は帰国するしかなかった。帰国後、彼は終戦までニューヨーク州で憲兵として勤務している。映画と違い、フレデリックが現代に自力で復帰したことからもわかるように、 救出隊が組織されたという事実はない。また、なお、長兄、エドワードの戦士は、誤報で、実際には、作戦中行方、不明、ビルマの日本軍捕虜収容所に収監されていたところを、英軍に救出され、帰国後に、母親との再会を果たしている。1998年の、全米年間工業成績1位を記録する、ヒット作となった。 全世界年間工業成績でもアルマゲドンに次ぐ2位を記録している。全米では2億1000万ドルの工業収入を記録し、2014年にアメリカンスナイパーが記録更新するまでは戦争映画としては歴代最高の全米工業収入を記録した。第二次世界大戦を題材とした映画としては現在も歴代最高の同成績である。映画脚本をもとに マックス・エーコリンズによって小説化され、フシミ・イワンの翻訳で新潮社より出版された。物語の大筋は、ほぼ同じであるが、細かな部分が映画とは異なる。映画ではほとんど明かされることのなかった、ミラー大尉の心情なども描写されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。